TRO デザイン様から製品を提供いただき動画を作成していますご視聴ありがとうございます今回は TRO デザインの渋チラチェット紹介をさせていただきます TRO デザインはアメリカのブランドです元々は航空宇宙業界の金属屋さんたちが欲しいものを作るから始まったブランドみたい 3D プリント技術を使って小さなプロダクトを行っているメーカーです バイクの部品にしろ、工具にしろ、今までなかったものを作っていまして、一つ一つの製品に強いこだわりを感じます。さて、そんな TRO デザインのラチェット。軽さが特徴のアイテムです。本体重量はもちろん軽いですが、空転トルクも軽く仕上がったラチェットです。おそらく世界最軽量、TRO デザインのラチェットハンドル、使用感や気づき点を報告させていただきます。 まず外観がこちらです。ごっそりと開いた肉抜き穴が特徴的ですね。DLC という表面処理による道具としてはあまり見ない色味も目を引きます。全長は125ミリ、スタンダードな渋いチラチェットです。ヘッドサイズは最近の流行から考えますとそこまで攻めてもいない感じ。一般的な幅厚みとなってます。対して重量は54グラム。 数字で出してもピンとこないと思いますが、ものすごく軽く仕上がっています。手持ちの各種ラチェットと比べた結果がこちら。一般的な同じサイズと比べ3分の2から半分ほどの重さです。ネプロスのハンドルないラチェットと比べてみても TRO の方が軽く。初めて手にした時はその軽さに思わず笑ってしまいました。 友人知人に渡してみても大体が同じ反応その軽さに驚いてくれますねボディの素材はチタンです純チタンではなく64チタンという体力に優れた合金が使われていますその表面は DLC コートがされていましてしっとりとした手触り独特な色味もかっこいいですね黒染めまでいかないどちらかというとアルマイトみたいな染まり具合 本体ボディの機械加工はとても丁寧。バリなど全くと言っていいほどございません。綺麗な仕上げとなってます。ハンドルは中空の裏蓋はなし。滑り止めにナーリングが施されております。徹底した軽量化がされてるっすね。この穴は円数さんが延長などの改造に使いやすいよう M10 の下穴径ぴったりに仕上げてあるそう。バランス、重心はこんな位置。 ヘッド側に重さが集中しています。早回しするときなど、頭掴んでフル操作がとても軽く行えそう。軽さに加えてバランスまで素早い作業向きとなってます。徹底してこだわった作りですね。機の美というのでしょうか。ごつめな外観なのですが、美しい道具となってます。もう一つの特徴である空転トルクの軽さがこちら。映像からお伝えできるかわかりませんが、ものすごく軽いです。 私は空転トルクを測定する手段を持ち合わせていないのですが、回してみると、光犬さんと同じか、ちょい軽いかもってくらい、中は見てませんが、作動させた感じから、昔ながらの2枚詰めラチェット機構と思われます。対トルク性能は98ニュートンとのこと、他社の渋一工具も感覚的に100ニュートンを超えたくらいで壊れますから、悪くないスペックとなっています。切り替えレバーはさんと同じ向き 右右に入れるるととネジが締まま方向となりますいかにも 3D プリントされたような仕上げでよく指にかかって扱いやすくレバー操作はとても軽いですね引っかかってしまったり渋いと感じたことはありませんまたプッシュリリースの機能を持ちますソケット装着にもボタンを押す必要のあるタイプ ストローク量も押し込み硬さも絶妙で、出っ張りすぎてもおらず、引っ込みすぎてもいない。操作には全くストレスを感じないボタンとなってます。使ってみてとても気に入っているラチェットです。これは私、ドハマりしたアイテムですね。この軽さは素晴らしいです。渋一の道具箱を開けたら最初に探す道具になってます。とにかく使っていて疲れません。 早回しで特に感じるですね軽い空転からソケットを指で送る操作をする際にも楽だなと感じますお尻側に重さがないので頭より前のめりな感じで使えるのが本当に楽お尻側を支える必要がほぼないので指が変な姿勢で使っていても疲労が少ないように感じていますそれからこのラチェット落とすことが少ないです 本体、バランスの良さと形が良いのでしょう。奥まった箇所にアプローチをしてつるってなっちゃうことは少ないです。メンタル的にも楽な道具。軽量に仕上がっていますが、決して扱いにくさはありません。この全長というのもありますが、低トルク20ニュートンくらいまでの作業に限定をして使っています。やはり柔らかさは感じます。多少タワむっね。 チタンの材質からくる柔らかさや軽量化のための肉抜きの影響でしょうただ柔らかいから使用感が悪いとか壊れやすいとかそういうことはなく思ったより締め付けトルクが低く出そうとは感じますがそれを理解しておけば問題はないです改良を望む点は少ないです無理やり上げるとしたら切り替えレバーの誤操作防止策が欲しいってこととヘッドの幅がもう少し細ければと思ったくらい 切り替えレバーは厚手の手袋をしているときだけその操作が軽すぎて気づかず触って変な位置になってしまうことがありましたラチェットを壊す原因でかなり上位に思っているのがレバーが中途半端な位置での使用でして万一に備えてここ防止策があればと感じますヘッドの幅については狭いところで使いたいっていうことではなく小さなソケットを装着し指で送る際にこの幅がちょっと邪魔になるんです指が使えるんですよね 最近の流行りな小型ヘッドラチェットに比べ窮屈には感じますヘッドをもう少し細くするかもしくは指で操作するためのダイヤルみたいなものが付いたらさらに使いやすそうだと思いましたそしてここからは使用感には関係のない部分ブランドだったりの問題とはなりますがまず信頼性のなさは感じます壊れやすいとか頼りないってことではなく耐久性が密通すぎるんです メーカーでどれだけ試験をしても出なかった問題が市場で見つかるというのはある話です。ユーザーに試された結果として形成されていく信頼がこのラチェットではまだ少ないです。ブランドからの安心感は現状ありません。私のは使っていて壊れる兆候はないですし、全く心配はしておりませんが、おすすめが難しくなる理由の一つではあるですね。ついではお値段。 これはしゃあないかとは思いますが、世界最軽量のラチェットは同様にお財布を軽くするラチェットでもあります。円安も相まって値段はかなりきついですね。それから根本的な話にはなりますが、軽いのが嫌いって方もいらっしゃるとは思うのです。この軽さ、このラチェットのコンセプト自体を受け付けない方というのもいるかもとは思いました。 早回しでラチェットを振るときなど重さがないと反復運動がしっくりこないとか重さからスペック以上に華奢に感じてしまうことで本当は全然耐えるのに大きなトルクで使えなくなってしまうということはありそう。重さがないとロマンがないなんてかっこいい高貴な意見もあるっすよね。使用感が好みかどうかというのは一番と言ってよいほど重要なファクターだと感じています。 この軽さがデメリットとなる場面というのもあるのかもしれません TR-O デザインの超軽量ラチェット個人的な感想としてはものすごく気に入っています素晴らしい製品ですただハンドメイドに近いので入手はしにくくサポートも受けにくいその素晴らしいスペックや丁寧な仕上げも現状一部のマニア向けなものとなってます 非常に高価な値段をとりあえず伏せたとしても万人におすすめする道具ではないと感じましたしかし一度触ってみてほしいですねこの軽さと作りの良さは素晴らしいです興味ございましたらぜひお試しくださいご視聴ありがとうございました当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしておりますお時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください皆様には再びお会いできますことを願っておりますそれでは次回までせや